At Interaction 2011, NTT demonstrated a 3D video communication system called Mopako, which is currently being developed. This system enables 3D communication using a single lens camera and a 2D display by processing images in line with how the user's viewpoint moves.台湾相手の方にカメラが1台ありますと、そのカメラの映像を2Dの映像から、人と背景を分離しまして、3次元の空間を構成しますと。で、こちら側の自分の方のカメラの方は、まあ私の観察者の、がどこにいるかっていうのを検出しまして、そのどこにいるから見ているかっていう情報と、その相手の空間の情報を使って、窓越しに見せるにはどういった映像を出せばいいかっていうのをリアルタイムに計算して出しています。 Depth information is obtained by calculating the observer's position within the image. Faces are recognized using characteristic parts such as the eyes and mouth, and based on their size and position, the system estimates how far the person is from the camera. 基本的には、まあ様々な映像コミュニケーションのシーンに使うご利用していただけると思うんですけども、例えば、まあお互いにこうつけを覗き込んでこうなんか 議論をしたりですとか、相手の部屋、お互いの部屋を覗き込んで、まあなんかいい家具買ったねであるとか、まあ空間をお互いに共有しながら、まあおしゃべりするような、まあシーンというか、まあそういった時に使えるかなと。まあ企業の研究ですので、いずれかはやっぱり世の中の皆さんに人のテレビ電話により付加価値の高いサービスとして、まあ提供ができればいいのかなとは思っていますが、まだまだ人をもう少し3次元的に復元したりですとか、まあ様々な課題もありますので、まあ今後そういったところにも研究をしていかなければならないというところです。 Dig in for news.